皆さんこんにちは。名鉄の宇都宮駅に、ね、来ています。今回は知多新線に乗っていこうかなと思います。知多新線はこの内海から宇都宮から富木までを結んでいる路線ということで、はい、今回そんな感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ここは一応知多半島なんですけど、愛知県知多郡南知多町ってとこみたいです。観光地みたいでね、こんな案内があります。これ宇都海って読むんですよ。内海、なんか内海って呼んでしまいそうなんですけど、宇都海なんですよね。駅前はこんなロータリーになってて、バス停もあるんですよ。快晴の青空なんですけど、こんなとこなかなか来ないですからね。知多半島のほんまに下っ側の方なんですよ。これは一体何なのか。愛知県といえば名古屋、都会のイメージなんで、めちゃくちゃ田舎っていう感じがしますよ。なんかこの場所だけは。名鉄の宇都宮駅は高架駅になってるんですよ。こんな立派なでかい。でここで完全に行き止まりになって、なんかすごいなんかぶった切ったような感じに見えるんですよね。これわかりますかね。これこんな感じで、もう家がそこにあるんで、こっから先、まあ、行けないっていう感じになってますね。なかなか面白いですこの光景。一応この宇都宮駅は南知多町唯一の鉄道駅みたいです。さらに名鉄最南端の駅でもあるみたいですね。でこの近くに海水浴場があるみたいで、まあ、その最寄り駅としてのまあ役割もあるみたいなんですけど、こう利用者は少ない感じですかね。よく見たコーラの缶のなんかめちゃくちゃ古そうですね。あ、こんな津波防災マップっていうのがあるんです。まあ、海が近いから津波来たら危ないですからね。こういうのがあるみたいです。でここもなんかお店みたいなのがあるんですけど、全部シャッター閉まってるんですよね。でこの名鉄宇都宮駅、こんな立派な高架駅なのに無人駅なんですよね。もう全部閉まってるでしょ。しかもこれ、あ、びっくりした。切符はまあもちろん買えますし、ちゃんと自動改札機もあるんで、ちょっと交通系 IC カードも使えますね。ここが切符売り場で、運賃表があるんですけど、宇都宮から富木まで480円みたいですね。宇都宮駅のホームにやってきたんですよ。こんな感じになってます。2面4線の立派な高架駅なんですよね。でここはもう完全に行き止まりになってます。あと車止めもついてるし、河川もここまで終わってますね。 でもこっから先は行けないということで、今目の前に止まってる普通金山駅2両編成のこの列車に乗っていきます。あの富木から高和線、そのまま直通する列車ですね。はい、じゃあ早速乗っていきたいと思います。座席がボックスシートかな。これ一部がロングシート、ボックスシートになってますね。これご案内いたします。次は、ノーマン。
道まで。お出口は左側です。左バスはどうも足元にご注意ください。三浜緑園に着きました。完全にローカル線の駅ですよね。誰も乗ってこないし、これね、駅でもないところで反対列車の待ち合わせがあるんですよね。もう単線なんですけど、こう一応あの交換できるような設備がこうやって、ね、整ってるんですよ。反対方向から列車やってきましたね。まあ、乗ってきた列車は普通金山駅ってことなんで、ここから先へ高和線、常滑線を通って金山へ行きます。あ、名古屋線もね。こっちはあの高和線の普通列車ですね。普通高和行き。はい、じゃあ付近に到着しました。こんな感じになってて、高和線のまあ乗り換え駅にもなってます。あの向こう側なんですけど、右側が知多新線、左側ずっとまっすぐ行くと高和線ですよね。今これやってきたのは高和線から来た特急列車、特急名古屋駅ですね。あ、でもこれ特別車ついてないかな。4両編成。
名鉄の特急で特別車がついてるイメージについてないやつあるんですね。知らなかったですか。はい、じゃあ今回は名鉄知多新線乗ってきたんですけど、そうですね、宇都宮駅の構造も面白かったし、まあこの、ね、知多新線自体が面白くて、単線でね、まあ、景色とかもローカル線みたいな感じで、大手私鉄の名鉄と思えないような、まあ、風景を見ることができて、あと、ね、駅でもないところで列車の、まあ、交換待ち単線なんで、はい、そういうのがあったのが面白かったですね。興味がある方はぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。そんな感じで動画終わりたいと思います。ありがとうございました。